敷網の例。敷網の例。敷網は網魚具の一種類。敷網類は定置網のように一箇所に定置することをせず、また、引き網のように水中を引き回すこともせず、張った網を水面まで素早く引き上げることによって魚を捕獲する。この時、網の周囲の縁を同じ速さで同じ高さに上げることが漁群を逃がさぬようにするために技術的に大切である。 敷網類には、水面近くに、水の流れを受けて、斜めに幕を垂らしたように張る浮き式網類と、水底に網を広げて張っておく底敷網類とがある。後者には、小型のものでは、川で用いられるしでモや、行動の鈍い川はぎなどを目的とする袋網があり、大型のものでは、正方形の網の四隅を四隻の船であげる四層長毛、さらに大型で船の数を増やした五層張り、 発層張りなどと呼ばれるものもある。敷網漁船の例。敷網漁船は敷網類を用いて操業する漁船である。四層長毛は漁船四隻を用いる。複数の漁船を使用する場合も網を上げるタイミングが重要で、網を上げる合図として、以前は透過信号を用いたが無線通信によるものに変わってきた。設備が簡単で漁獲能率が良いので、 第二次世界大戦後に特に盛んとなったウィキメディアコモンズには式網に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。